いや、こちらも先を急いで注意を怠っていた。右手に触れるな。すまない。拙者帯同しているため右手を他人に預けることはできないのだ。とはいえ今しがたの無礼許してほしい。あら、こちらの方は。急ごう、スピカ殿。もうすぐ約束の時間だ。あ、はい。では、失礼する。またいずれかの機会に、改めて。予定より早いですね。
位置も時間もめちゃくちゃです。では、ごきげんよう。それで、どうしてあなたまでついてきてるんですか？遅刻しますよ。拙者たちの仲間だ。あいったったった。あ、こんにちは。驚かせちゃいました？スーちゃん、ばあちゃん、ただいま。誰がばあちゃんだ。それよりもう少し静かに着地できないのか、貴殿は。ごめんごめん。でもギリギリ学校間に合うかな。時間は少し前倒しですね。ただ着地点が校舎からずいぶん離れてます。軌道修正の余裕がなかったから。それより早くデータリンクを。うん、はい。二人とも手貸して。なるほど、なかなかに有用なデータだ。しかしこれではスピカ殿や拙者が対応しても同じ結果になった可能性が高い。でしょ？今の私たちの乙女レベルじゃダメだよ。ということは一度ニーソに戻って対策を。緊急プログラム発行。受信。履行。と思ったらニーソから指示が来てしまいました。早く誰かをオーナー登録しろって言ってます。個人に占有させるとは思い切った手段だが、手っ取り早いかもね。ふむ、誰かか。誰か。ねえねえねえ、オートメカノって知ってる？お察しの通りです。私たちは新時代サービス機構ニーソから。よもひな高校に通うことになった最新鋭の第4世代型オートメカノなんだよ。将来の世界的規模の奉仕活動に役立てるため、拙者たこれはそのためのカリキュラムだ。オートメカノは人間と生活することでオトメーターが成長するんです。そうだな、人間でいう心のようなものだ。それがどんどん大きくなることでオトメレベルが上がり、拙者たちは人間に近づいていく。でもさっきちょっとした計算違いが起きて、学校以外でも育ててもらわないと成長が間に合わないってことが分かったの。そこで提案です。せーの、一緒に暮らして。一緒に暮らしませんか？一緒に暮らしてくれ。私は
SOTM41S、 さおとめ乙女だよ。おつめじゃなくて乙女だよ。 SOTM41M、 さおとめスピカです。拙者は SOTM41L、 バージニア S さおとめだ。聞いてるよ。でもね、私たちにもいろいろ都合があるの。普通オートメカノの個人所有は公的には認められてませんから、今回は特例なんですよ。すなわちこんなチャンス逃したら二度とないってわけ。経験不足の拙者たちのためお願いする。スピカたち3体から誰か一人選んでください。妙な遠慮はいらん、男らしくすっぱり決めてくれ。初対面だけどよろしくお願いしちゃうよ。SOTM41L に手を触れて起動させてください。バージニア S 早乙女だ。真面目すぎると言われることもあるが、拙者は至って普通のつもりだ。言葉遣いが硬いのも生来のもの、決して怒っているわけではないぞ。先に言っておくが、拙者の右手には触れぬようお願いする。でな、オートメカノが成長するためには人間の手助けが必要だ。とはいえすぐに頼むと言っても無理な相談だろう。そこで提案だ。一日だけ拙者と過ごしてみるのはどうだ。腹が減ってきたようだ。ごちそうになった。悪意悪敷、味など些細なこと。ごちそうになった。これは好きな味だ。ごちそうになった。これほどうまいものがあるとは。拙者に味覚があってよかったと思えるぞ。
不甲斐ない。ただその一言だ。ブレイク。これが本物のお祭り。さまざまな色に音に香り、五感を刺激されるというのはこういうことを言うのだな。連れてきてくれて感謝する。ありがとう、主殿。良いのか？いや、やはり遠慮する。拙者は見ているだけで良いのだ。拙者に？主殿は意地悪だが、優しいな。ありがたくいただいておく。色と形がキラズマルのようで面白いのだ。これはホーハウハインは？かじってしまうのも何かもったいないのだが。それがすでに腹というか胸のあたりが苦しいのだ。へえ、胸か。それは困りましたね。スピカ殿、こんなところで会うとは奇遇な。主殿に無礼だぞ。これは社会見学だ。そうですか、浴衣でね。ところでバージニアさんの苦しさの原因、スピカは知ってますよ。お、教えてくれ。締めすぎてるからです。やはりこの胸か。打ち上げ花火。こんなに美しいものだったとは。空気を伝わる振動とわずかに漂う火薬の香り。花火とは五感で楽しむものだったのか。上がって弾けて消えていく。拙者、今まで派手なものは極力避けていたが、これは考えを改めねばならないな。それは楽しみだ。ブレイク。
拙者の髪が傷んでいる？確かに気にはしていないが。では、触れて確かめてくれ。